はい、どうも、クマです。ドラクエウォークやっていきたいと思います。今日もね、バラモス討伐やっていきたいと思いますが、今日はね、呪文討伐ですね。呪文で倒していきたいと思います。で、メインの武器はこれですね、破壊の断り、バラモスを指導で倒すという感じですね。心はこんな感じで、地割りや森ですね。で、心道なんですが、一個足りないね。足しときますよ、ちゃんとね。 OK。 他の大魔導士も大丈夫かな。チェックはね、しっかりしときましょう。大事ですかね、心道は。で、大魔導士、あとはオーロラの杖ですね。オーロラの杖で、まあ、ジバリアのフォースブレイクを狙っていくという感じなんですが、心はね、こんな感じで、暴走率より、暴走率重視、真珠もね、暴走率の真珠になっております。実際のスキル、パーセンテージ 38% だね。魔力の暴走率 38%。 で、これはね、なんで上げてるかっていうところはまた、実際戦ってるところをね、見ていただきたいと思うんですが、あとはウロボルスの杖、これはこんな感じですね。ウロボロスの杖もメインでね、アタッカーでやっていきます。そして神秘の水晶、守り人でね、回復とやっていきますよ。さあ、こんな感じのパーティーでバラモス討伐やっていきましょう。結構ね、魔法ゾーンとかをやってくるので、まあ、やることといえばですね、まあ、その前に、まあ、眠らせてしまいましょうということで、ラリホーと。確率はね、結構低いんですが、確率は低いんですよね。状態異常の成功率とか、眠り成功率を上げても、ほんとたまにしか入んないっていうね。感じなので、それであればっていうところでね、今回いいね、いい感じダメージでるね。今回はこの大魔導士、はい、暴走率を上げたラリホーですね。これですよ、暴走して眠らすっていうね。そのために暴走率を上げておりました。ありがたいことにね、1ターン目から寝てくれたので、あとはもう神秘の水晶でバフをかけながら戦っていくと。いい感じだよ、順調に来てますからね。今これでだから、ほんと連続呪文がね、出てきてくれないときついかもしれないね。ラリホーは2ターンか、眠りは2ターンから4ターンまでだったと思うんだよな、確か寝てくれるのが。最長で4ターンまでに倒したい。うまくいけば本当ノーダメージ討伐ができるってことですからね。いいよ、暴走12000、いいね、呪文耐性。いや、このね、メドローはね、呪文耐性下げたりするのが本当いいよね、本当に。さあ、ここでジバルンバで、あえてね、ジバマータではなくてジバルンバ。なぜかというと、この地の烙印ですね。これですね。そしてフォースブレイクと。いい感じ。地の烙印で追加ダメージも狙っていくっていう感じですね。さあ、ラッキータロット、いい感じに。これでメドローアと破壊の断りが攻撃、呪文2段アップの状態ではありますからね。こっからもう本番ですよ。 OK、 35000、強いね。地の烙印はまあこんなもんか。さあ、メドローはいい感じで防災っていく。 OK、 2万。いや、山彦もないな。いや、山彦と連続呪文が欲しいな。4ターンまで寝てくれればいいけども、次とか起きちゃったら大変だから、
ダメージをできるだけ与えておきたいね。どうしようかな。MP パサーもやっときますか。メドローアのね、暴走率を下げないようにやっておきましょう。さあ、ここで、そうなんだよね。こっから迷うんだよね。こっから迷うよね。何やればいいか。守りの盾やっておきますか。光の守り。あ、でもそっか。ミスったかもしれないぞ。応援でもよかったかもしれないな。そうだよ。そのために守り人入れてんのに。そっか。でもまあこれ大神官でアンコールで入れてもいいんだよね。こうなった時にね。いや、そうだよな。これスキルダメージ2段アップ入ってるから、偶数ターンだから。応援やっときゃよかったな。ちょっとミスったかも。さあ、メドローはいいよ。いや、連続呪文が起きないな。今んとこ順調だけどね。結構ね、消費 MP も大きいんで、この MP パサーはいいね。そしてジバマータもやっていくよ。いいね、暴走率高いから結構暴走入るね。7500。いいね、いいね。さあ、助っ人団もあと一人になりました。バフもね、更新しっかりかけておかないとね。後半これでバフがない方が困っちゃうんでね。あっちの楽園消えちゃったね。さあ、こっから、いや、次眠り点滅してるぞ。いや、連続呪文来てくれてれば違うんだけどな。いいよ、4万強い。いいね、いいよ。さあ、メドローは、いや、山彦も攻めてきてほしいよ。山彦来てくれよ。19000いいダメージ。来てこないか、来ないか。どうしようかな。これで起きちゃうからね。とりあえず MP は、いや、これちょっとミスったかもしれないぞ。これでそうだよね。いや、やばいかもしれない。うお、イオナズンじゃない。うわ、転んでるじゃん。うお、マジか。破壊の断り、これでいいダメージ出して。オッケーオッケーオッケー、3万。うお、え、マジやばい。まさか2人転んでる。まさか。うっ、ええ、こんなことある？ここまで来て。うぅ。マジで。マジで。いや、皆さん、こんな事故ありますからね。気をつけてください。いや、まさかの展開ですけども。今日の動画は以上となります。またよかったら見てください。それじゃまた。